皆さんこんにちは。2020年6月17日水曜日夕方5時5分でございます。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。もう今週入ってずっと暑いなんて話しておりますけども、梅雨入りしてですね、まあ雨も降ってた先週はありますけども、またこの後天気も崩れていくということですし、なかなかね、こう洗濯日和なんてのが今日が割と一番いいんじゃないかなんていう話もニュースで聞きましたけども、皆さんどうでしょうかね。主婦の方々は洗濯できたんでしょうか。それから外で働いてる方もたくさんいらっしゃると思いますけどもね、今日も暑かったです。本当にお疲れ様でございます。マスクと暑さの兼ね合いの方は皆さんうまく取れてるでしょうか。僕たちもですね、人がそんなに周り歩いてないのに気がついたらマスクしてる、歩いてて、あれこれ何のためにマスクしてるんだろうなんて思う時ありますけど、あんまり近くに人がいないようだったらこまめにマスクも外しながらですね、ちょっと空気顔に通しながら、熱中症気をつけながらですね、過ごしていただけたらなと思います。ということで今日も夜の8時まで3時間生放送でございます。This is a radio program company. Is it ready? 3, 2, 1. Welcome to Sky Rocket Company. さあ、ということで今週末ぐらいから、金曜日ぐらいからまた少し気温も下がったりとか、天気も不安定になってくるということでございますので、もう少し晴れ間を狙ってですね、こういうご機嫌な曲を流していけたらなと思っております。スカイロケットカンパニー、本日の1曲目は気まぐれんでライフ。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も、明日を良い日にするために、ありがとうございます。気使っていただいて、気まぐれんさん、アフター会議を始めよう。Skyrocket Company。明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。はい、ということで昨日もちょっとオープニングの方で話しましたけども、いよいよ都知事選が始まるということでございまして、はい、明日からですかね、いよいよという感じですけども、まあ第2波第3波が来ると、確実に来るんじゃないかと専門家の方々は口を揃えて言ってるということで、はい、秋とか冬、そうもっと季節関係なしに来てしまうのかなっていう気もしながらですね、そうなった時に本当に僕たちの暮らしを、はい、どう支えてもらうかという、安全もそうですけども、経済的なことの保障も含めてですけども、うん、でそれやっぱり昨日と同じことになってしまいますけども、僕は大人になって、まあ、東京都に住むようになって、今までで一番大きな、本当に、生活に直結する、今までもそうなんでしょうけど、今回ほど自分のこの近い未来を左右する選挙はないのかなと思って、うん、今もね、番組始まる前に秘書と作家さんとその都知事選の話をしておりましたけど、まあこれは誰がどうこうという話じゃ全くございません、うん、やっぱ意識を上げていきたいなと思いますし、各候補者の、はい、公約だったりとかをこれからですね、うん、一つ一つこう見たりとか、あと討論会なんていうね、する場所があるのかどうかあれですけども、そういうのをちゃんと注視しながら、うん、ちゃんとこう7月5日まで見極めていきたいなと思ってる次第でございます。暑いっすね。暑いけど、でもその30何度も昨日一昨日とかよりちょっと過ごしやすいかなっていう気はしますけど、はい、気持ちいい感じで、うん、うん、どうですか秘書なんかは。そうですね、春物の洋服あんまり着れなかったとかね、今年はね、外に出る機会なくて、だからその6月に入ってからもちょっと春服の服も着ようかななんつってましたけど、もう夏服に移行してる。もう一気に夏になりました。そうなんだよね。衣替えした？もうしましたね。さすがにね、6月のちょうど切り替わるぐらいのところでぐっとこう湿度が上がりましたからね、気温も上がって、
僕もようやくちょっと前にこたつ布団。やっとですか。やっと今こたつ布団の話します。やっと、いやだいぶ遅れてたけど、うん、夜寒い時たまにあったじゃない、5月のさ終わりぐらいって、はい、もうさすがに20度前後だから余裕ですけど、うん、あとね日が全く当たらないのでうちの部屋、あ基本低いんですよ。はい、はい、あの冬はずっと寒いですよ、あの日が出ようが何しようが、お部屋の中が、お部屋の中が、うん、で1年通してだんだん6月7月ぐらいから、はい、あのゆっくり温まってって8月はどう転んでもずっと蒸し暑いのよそのもうどっちかなのよ、ずっと暑いか部屋がずっと寒いかなのよ。極端ですね。極端なのよ本当に、うん、それ日が入らない関係だと思うんですけども、そういう感じになっておりますけどもね。じゃあ秘書は夏服ということで、夏です。ラジオの前の皆さんももう春服飛び越して、いやもうだって靴下履くのも暑い感じになっちゃって、うんうんうん、もうサンダルですか。サンダルになりましたね、スニーカーから。後ほどちょっとラジオを聞いていて、うん、浜崎さんの美声ね、うん、本当にミルキーボイスにですね、こうちょっと耳傾けてる方々にスペシャルショットっつったらあれですけどサンダルの足元のショットなんてちょっとどうですか。ツイッターの方に、うん、出てますよ、もうすでに出てます。昨日とか、うん、足だけのアップみたいな。あちょっとどうしまし、ね、どうします、うん、お断りします。はい、ありがとうございましたということでいきましょう。まずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。残念がってる人いると思うけどな毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施。今回はこちら、近くのコンビニ徒歩何分、1分以内、10分以内、30分以内、それ以上という4択になっております。生活する上で切っても切り離せなくなっているのがもうコンビニじゃないでしょうか。引っ越しする際にもコンビニが近いか遠いか、査定するポイントになるんじゃないんでしょうか。あなたの家から最寄りのコンビニまで徒歩で何分ですか。マンションの人が下がコンビニという方、いや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 、コンビニ行くのに徒歩なんて無理、車乗っていかないとという方いろいろいると思います、うん。ラジコがありますので全国で聞いてくださってる方いますし、関東でもそうですけども、やっぱり遠い方は遠いと思うんですよね、あと都内に住んでる方でも割と近くにあるけども近いんだけど大通り渡んなきゃいけなくて、大通り渡らないで行くと何分間かかかるけどとか、いろんな条件の人いると思いますけど、ちなみに秘書はご自宅からコンビニまで徒歩何分、今は2、3分ですかね。はいはいはい。今はっていうのはどういうことですか。1分以内にあったんですよ。なるほど。はい。引っ越したではなくて、うん、あったコンビニがことごとくなくなってしまい、うん、まあコンビニのね話になると、浜崎さんといううちでね一緒に喋ってる女性ですけど、鹿児島から出てまいりました、はい、鹿児島から出てきて丸10年、うん、はい、頑張りましたね、いろいろね、お仕事もね、うん、辛いこともありましたよ。よくわからない人に騙されそうになったこともありますね、ネットの詐欺にあったこともありますし、まあいろんなことがありましたけども、それでもね、はい、こう東京でお仕事して、うん、自分のお金でマンション借りてね、そうです、頑張って暮らしてて、で、うん、鹿児島から出てきた時にね、はい、何が好きだったんでしたっけ、コンビニだと。ナチュラルローソン。ナチュラルローソンに憧れてね、うん、ナチュラルローソンのある町に私は住むんだ ってね、夢でした、ね、うん、見つけてね、はい、住んでね、うん、ナチュラルローソン何になったんでしたっけ。100円ローソン。100円ローソンになっちゃったんだよね。急に。ほんと急にね。100円ローソンが悪いわけじゃないんだよね。そうなんです。悪いわけじゃないんですよ。あれはあれで便利なんですよ。すごく便利。とっても便利なんですよ。うん、でもね、憧れてたのはナチュラルローソンなんだよね。はい、そのナチュラルローソンの近くに住んでたって話じゃないでしょ。これは、じゃないです、うん。近くにあったコンビニがそこはなくなっちゃったってこと、はい、ファミリーマートもなくなりましたし。コンビニってガーッと増えて、うん、ちょっと確かに一回もう頭打ちみたいになりましたもんね。すごい近距離でいっぱいコンビニができて、うん、嘘でしょっていうぐらい3カ所ぐらいある時ありますもんね、はい、で同じ会社がそのうち2つとか、うん、これ大丈夫、食い合ってないのかなとかでもそれは近いとこに2つあることで強み増してるみたいなパターンもあるわけでしょ、うんうん、だけど引っ越しになっちゃったとコンビニ自体が で、うん、で今は 2、3分、はいはい、僕は1分以内です。お、いいですね。隣の建物にあるんで、そうです、そうです、すぐですね。
さあということで、より良い明日にするためのまだですね、一体どんな結果になったのか、アンケート結果がこちら。近くのコンビニまで徒歩何分、1分以内、多い 19%、 10分以内 73%、 30分以内 6%、 それ以上 2%。 まあ1分以内の方が5人に1人 20% 多いですけども、10分以内、1分以内も含めてになってくると、これだけでもう 92%、 すごいですよ。10分以内のところにはほとんどの方があると。そんな中、30分ぐらいかかる、30分以内だって人もいれば、それ以上という方が 2% でございます。これ男性女性はそんなに性別関係ない話なんではないかなとは思っておりますので、割愛しましょうか。でも世代もそんなに変わらないでしょう。おそらくどうでしょうね。どこを見てっていいのかちょっとわからないですけど、じゃあ1分以内だけで行ってみましょうか。1分以内で行くと全体だと 19% ですが、男性だと 17%、 女性だと 21%、まあ、ちょっと誤差だとは思うんですが、もしかしたら女性の方がコンビニが近い方がいいと思って家を選んでんのかしら。どうだろうね。どうでしょう。なんか化粧品とかちょっとしたものとか、そういうことなのかな。ね、遅くまで空いてるので安全っていう。なるほど、なるほど、それはあるかもしれないですね。10代だと1分以内 25%、 これも偶然だとは思うんですけどね。実家の人が多いでしょうから、10代は。20代が 20.5、 これでもそんなにまあ本当に 20% 前後となっております。はい、細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリをご覧ください。さあ、そんなアンケートを踏まえまして、より良い明日にするための本日の議題はこちら。みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュース。あなたの生活圏内で起こったニュース、決して大きなニュースじゃなくて結構です。近くに住んでいるあなただからこそ気がついたプチニュースを教えてください。例えば、隣の部屋の人どうやら犬飼い始めたっぽいです。この2パターンありますよね。飼っていいマンションなのか、飼っちゃいけないアパートなのか、マンションなのかとかね。もともとラーメン屋だったあの店舗、カレー屋になったみたいです。うちの近所のインドカレー屋さんがラーメン始めましたね。え、カレー屋さんのままですか。カレー屋さんのまま、やっぱこう新メニュー、こっちがあんまり想定してない角度で攻めてくるなと思いましたよ。本当にカレーラーメンとかじゃなくて、カレーラーメンとかじゃないです、まっすぐラーメン始めました。はい、でも僕の中では割と大きなニュースだったんですけども、大きいでプチね、はい、あの店バイトに新しい子が入りましたなどなど、あなたが知ったあなたの近所のプチニュース、どんどん書き込んでください。そして現在、東京 FM ではボイストゥーボイス明日へと題し、声と音楽で東京に元気を届ける新キャンペーンがスタートしています。それを記念して、今月いっぱいスカイロケットカンパニーでは、掲示板へのメッセージやリクエストが採用された方全員に、東京 FM の新しいステーションロゴのオリジナルステッカーとクリアファイルをセットにしてプレゼントします。皆さん、どしどしお書き込みください。メッセージ、社内掲示板で、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトで投稿をお願いします。番組のアプリは無料でダウンロードできますので、この番組を今初めて聞いていますというあなたもぜひご参加ください。さあ、本日のスカイロケットカンパニー1曲目はですね、もう晴れ間を盗むようにですね、気まぐれんライフ行きましたけども、同じぐらい夏といえばこの名曲ということで、ザ・サウンド・オブ・サマーですね、ロケットマンフィーチャリング浜崎美穂ということで、2016年の楽曲でございますけど、はい、うちの浜崎美穂さんがですね、ラジオで喋ってる声をですね、深川亮さんが素敵だなということでですね、声かけてもらえたわけでしょ。そうなんですよ。でレコーディングしてね、でリリースのタイミング、配信の時も、はい、この番組深川さん来ていただいて、来ていただいてフェスも出ましたしね。はい、どうですか、4年前の夏ってこと本来だったらね、もうちょっとこう梅雨明け宣言、はい、それから季節的には夏の真ん中よりもちょっと後半の歌なんでしょ。うん、そうですね、行かないで夏、行かないで夏って歌だからね。だけどまあちょっとせっかくだからね、はい、はい、その前に夏の匂いすでにしてるんでということでかけさせていただいておりますけど、どうですか。もう今年は
今までになく一番かけていきたいなって思います。どうしてあんまり流したことないですからね。いや毎年夏は必ずかかってるでしょ。あ、そうですか、うん、そうですね、そうですね、うんうん、まあ2回ぐらいはね、2回3回は、そうですね、はい、1回使ったってことで、1回使ったってこと、だから月1ぐらいでかかって6、7、8ぐらいが一番いいんじゃないですか。おー、そうですね、あんまりかかっちゃうとあれかもしれないですし、うん、実際配信中ですので皆さんまだね、そうですよ、あの、はい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 、ダウンロードして手元に置けますから、耳元に置けますから、うん、ぜひチェックしていただけたらなと思います。曲名がですね、もう一回言いますけど、ザ・サウンド・オブ・サマーでございます。スカイロケットカンパニーです。スカイロケットカンパニー、東京 FM 半蔵門より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。6時台と7時台にはキリンビールのコーナーもあります。応募方法など詳しくはスカロケ一番絞りの特設サイトをチェックしてみてください。はい、そして今日はですね、みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュースでございます。東京都25歳女性、会社員の小麦の小麦さん、小麦の小麦さん、はい、本部長秘書社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私の家のすぐ近くに牛乳瓶のマークで有名なコンビニがあります。牛乳瓶のマークで有名なコンビニ、うん、あの水色の、ああなるほどなるほどなるほど、はいはい、なんとそこの店員の男の子がみんなイケメンです。みんなイケメンなんてあります？タレント事務所なのって思うくらい幅広いタイプのイケメンが働いています。いや、そのイケメンっていうか、その世代の男子だけっていうのも珍しくないですか、うん、割とね、おじさまおばさまも働いてたりするだろうに。だからなのか女性のお客さんが多い気がします。でも残念なことに自粛になってからは全然行っていないので、今はどうなのかは分かりません。また気負いなくそのコンビニに行ける時が来ることを願う日々です。あの、僕自身が昼間のコンビニにそこまで行かないからかもしれないですけど、はい、コンビニの店員さんって、うん、女性って減ってます？ああ、私の体感としては女性の方も結構います。イメージですけどね、僕がもしかしたら基本夜にかけてとか夜中とか朝とかに行くことが多いから男性の方が多いのかもしれないですね。全然いますやっぱり昼間の方、うん、コンビニで可愛い店員さんがいてねみたいなのってこうあるあるじゃないですか。天秤に、天秤に、コンビニの店員さんで天秤にね、その天秤さんがイケメンの人いるなとかっていうのも、はい、結構定番じゃないですか、うん、定番ですね。だけどなんか女性のコンビニさんで可愛い人みたいな話最近聞かないなと思って、うん、なんかそんなことないのかな、個人的に耳に入ってこないだけなのかしら、うん、あの半蔵門のこの東京 FM から近い、うんうんうん、その牛乳のマークのコンビニに可愛くて声がすごいアニメ声の店員さんいらっしゃいません？これ別に名前言っていいわけですもんね、店名って。コンビニのローソン、はい、どこのローソン？あの局の裏口を出てまーすぐ行ったらローソンあるじゃないですか。裏口を出て駅に向かって行って、するとローソンがありますよね、すぐ。一番手前は違うコンビニだもんね。あ、そうです、はいはいはい、だからそこすぐ2つ目のコンビニね、はい、あそこのローソン行かない。あー、そうですか。なんであそこ行くの？だって手前に違うコンビニがあるからあそこになるじゃん。駅から東京 FM を挟んだ線上には違うコンビニあるじゃん、はい、うんうん、どうやってやったらローソンに行くことになるの？ あそこの、デカフェ、カフェインレスのコーヒーを買いに。デカフェカフェインレスのコーヒーがローソンはあるので。カフェインレスって何？カフェインの入っていない体に優しいコーヒーがあるので。カフェインレスっていうの？はい。インなのレスなの？どっちなの？そのイントゥーみたいなこと、インレスみたいなことなの？うん。インレスじゃなくてインレスっていうの？インレス、カフェインレス。カフェインがレス。あ、はい。カフェインレスじゃなくて。違う。
カフェインの因が来てんのか。俺だからなんかややこしい言い方してんなと思ったのよ。そのカフェがインなのレスなのみたいなさ、カフェインね。もうそうです。話が1950年代ぐらいのおじいちゃんと話しおじいちゃんいや恐ろしい。僕が生まれ育った時代ってもうすでに中学校で英語教育ありましたよ。うん、ありますよね。そのカフェインが入ってないコーヒーなんてあるの？あるんですよ。あ、そうなんだ。僕コーヒーそれこそ飲まないから、はい、全然詳しくないんだけど、まあ当たり前の話なの。昔からずっとあるものなの、うん、あ、最近出てきたみたいな、ね、ちょっと流行ってるぐらいの感じ、はい、それがコンビニで飲めたりもするんだ。コンビニで買える。あ、なるほど。 で、ローソンで、ローソンで、で基本的には、うん、番組に来る前、はい、終わった後どっちに行く時間の方が多い？前ですね。前、はい、4時台とかに行くといる。平日でもその時はもっと早かったと思います。かわいいの？1時台とか。かわいいの？かわいくて、うん、小柄で、ほう、声がすごい声だったんですよ。アニメ声なの？アニメっぽく。可愛いっていうよりは声がアニメ声ってこと？あ、そうです。高くてアニメっぽい、うん、どういう感じ？いらっしゃいませ。でもこういう感じの。あ、本当、はい、でびっくりしちゃう感じ。あ、可愛いって声優さんなのかなって思う感じの。へー、はい、あ、見に行こうってなるのよ。そう考えるとやっぱりかっこいい店員さんがいるローソンに女性のお客さん多い気がするっていうのは、どうせ近くだったらちょっと行ってみようって思わない？めちゃくちゃ思いますよ。思いますよね、うんうん、いやでも思うかな、近所だったら。ちょっと離れてるけど可愛い店員さんがいるコンビニにわざわざ行くかな。目の保養ってこと。うちの AD さん男の子がそのローソンの、ローソンに多いの？可愛い子多いですよね。そう、もうみんなでローソンローソンって、その手前の近い方のコンビニの人が聞いたらどんなこと思うのよ。自分のところ飛び越えられて本当に。いるんだ、ペッパーくん。うちの AD も曰く、じゃあ一人だけじゃなくて、その背の小さい声の特徴的な人以外にも可愛い店員さんがいるんだ。ああ、やっぱり。いや、行ってみよう。わかる。でもね、それで行こうっていうのはわかります。ハンコ。続いて。千葉県23歳男性、会社員の身代わりさん。身代わりさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょうど昨日扇風機が壊れました。はい、実家から持ってきた20年ものの扇風機をずっと使っていて、いや、むしろ頑張ったってことですよね。首の振り方が不安定だったり、タイマーを設定するためのつまみが取れていたりと、多少のガタはありながらも、でももう物語しかないですよね、その話に。長年ずっと暑さを共にしてきました。うんうん、昨日もいつものように扇風機を回しながら作業をしていたのですが、特に電気が落ちたわけでも電源に触れたわけでも、コンセントが抜けたわけでもないのに、突然プツッと止まってしまい、もう疲れたよっつってね、その後彼が息を吹き返すことはありませんでした。彼なんだね。うん、小さい頃から見慣れていた扇風機なので、買い替えるのは少し寂しさもありましたが、いざ新しい扇風機を購入し使ってみると、そんな干渉もどこへやら、スムーズに首は回るし、タイマーはセットできるし、とっても便利です。我ながら厳禁なやつだなと感じた初夏の一日でした。気持ちいい書き込みなのかなと思って聞いてたらシビアな書き込みでしたね。ちょっと背筋凍るぐらいの涼しさがある書き込みでしたけども、うん、そんなもんですかね、もんですかね、機械っていうのは。ね、どうします、本当に20年ぐらい使った扇風機だったりとか家電がこうプツッと急に疲れたよって、うん、浜さん、浜ちゃん疲れたよっつって。悲しいじゃないですか。家電ってでもどうやって僕たちはお礼して、でも捨てるしかないのかな。本当ですね。公園とかに穴掘ってお墓作ってあげたら、うん、ダメですよ、不法投棄だから。そう、うんって言ったらすぐに警察に連絡しようと今思って。引っかかんないもんだね。引っかけ作るんですか。引っかかんないもんだね、本当にね。扇風機さんも疲れ様でございました。ただやっぱりそのシビアな方で乗っかるので、乗っかるのであれば、あの本当に家電って変えると、あれこんなに今性能いいのがあるんだとか、びっくりしますよね。生活が変わるほど家電によって生活っていとも簡単に変わる可能性があるんだなって思いますよね、
この間掃除機買ってすごく思いましたし、あ、もっと早く買っとけばよかったな、うん、こんなに掃除楽になるんだとかって思いましたしね。しょうがないですね。このそろそろ夏本番も迎えますし、エアコンの掃除だったりとか扇風機ちょっとメンテナンスしたり、もう無理な人は新しい家電買ったりとか、そんなタイミングでございます。ハンコ。さあ、ということでお聞きいただいてるのはドラゴンアッシュでございます。 Life goes on。本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、引き続き今日のテーマは、あ、本部長、ここからは大事な取引先の方がいらっしゃっています。なのでちょっと席を外していただいてよろしいですか。僕がこういう場合は出ていくと。はい、僕が聞くんではなくて話を。そうです、もう3密になりますので、もう急いでディスタンスディスタンスということで。はい、いきなり無3密になるの。はい、そうです、密になる可能性が。お一人いらっしゃったら急に3密になるの、はい、だとしたら来る前にもう3密だよ、うん、少なくとも2密ぐらいになってるよ本当に。でもそう、ね、保っていただくためにもしょうがないね、はい、あの都民ファーストの回だもんね浜崎さんね。やっぱその3密推しだからね。密の密を。あ、わかりました。では本部長よろしくお願いしますね。さあ、ということでディスタンスが保たれたというところで、ここで D ジョインから新しくなった薬用育毛剤エボルプラスネオのご紹介です。商品ご担当の山内さんがスタジオにお越しくださいました。よろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いいたします。早速なんですが浜崎さん、はい、女性のですね頭頂部の写真をまずスタジオの方にお持ちしたんですが、いかがでしょうか。これですよね、分け目の写真なんですが、溝の部分が全然わからなくなっていて、ふさふさですし、髪の毛ツヤツヤで、はい、ボリュームもあって綺麗です。はい、実はですねこの写真なんですが、はい、うちの母の写真なんですね。はい、で昔から頭頂部の分け目の溝が悩みで、こう当時は帽子をかぶったり、うん、ウィッグをつけたりしてこう外出するのも控えていたように感じます。はい、もう髪の毛のボリュームで女性って見た目年齢変わったりとかもしますし、はい、本当に女性にとっての髪の毛って大事ですからね。はい、もう随分印象も変わりました。今ではもう笑顔も増えて外出することも本当に増えました。はい、それは良かったです。はい、薬用エボルプラスネオの反響はいかがでしょうか。はい、おかげさまで累計販売実績29万本を突破しました。で、今までですね、こう、いろいろ試されて、満足ができなかったという方は、もうぜひご期待ください。で、今日は商品をスタジオにお持ちしたんですが、特に先端部分にご注目ください。はい、こちらに商品があります。白いボトルなんですが、キャップを開けますと、先端が鋭いのでこれピンポイントにつけられますよね。はい、中を今出してみましたがドロドロとしています。ドロドロとしていると思います。はい、でまずこう気になる部分に直接つけることができるダイレクトノズルというものを採用しております。でさらに30種類もの天然由来の育毛成分を配合しまして、独自の技術で小さくナノ化をして、さらにゲル状にとろみをつけたことでしっかり定着をさせて、髪の毛を育てる毛根までしっかり浸透することで、こうより育毛効果が期待できる、こちら次世代型の育毛剤となっております。すごいですね、グレードアップしましたよね。はい、ちなみに薄毛で悩んで復活した石井社長はお元気でしょうか。はい、周りの皆さんにふさふさ具合を自慢しております。はい、もうスタジオにいらっしゃった時に昔の免許証を見せてもらった時はビフォーアフターが逆だと思いましたよ。はい、ところで今日商品の情報が少ない気がするんですが。はい、確かに少なめなんですけれども、ただこちらエボルプラスシリーズ史上最強でございますので商品には自信があります。で皆様に試していただければ必ずご納得いただけると思いますので、今日はもうこれ以上の説明はもうしません。もうすごい自信ですね。はい、では最後にお値段教えてください。はい、シリーズ最強の次世代型育毛促進剤薬用エボルプラスネオ 60ml 約1ヶ月分と、今育毛業界で大注目の成分 P
ピディオキシジルを配合したエボルプラスネオスカルプエッセンス30ミリ、こちらも約1ヶ月分を合わせてセットにしまして、通常税込み13,680円なんですが、はい、今回初めてエボルプラシーズをご注文の方には特別セット価格税込み3,850円でお届けさせていただきます。え、通常が13,680円ですが、今回税込みで3,850円ですが、はい、1万円くらい安くなってますよ。はい、もう今日は皆様に試していただきたいという思いで特別価格をご準備させていただきました。でさらにですね、商品をお届けする際の送料と手数料も私どもが負担させていただきます。送料手数料無料ということは、もう3850円だけでいいんでしょうか。はい、もうだけご準備いただければと思います。でさらに本日は薬用スカルプシャンプーとコンディショナーのお試しサンプルと育毛毒を漏れなくセットでお付けいたします。特典もついてくるんですね。これは初めての方には嬉しいですよね。はい、でしかもですね、商品には自信がありますので、ご使用いただいて万が一ご満足がいかないという場合は、商品使い切った後でも構いません。商品代金を丸々全額ご返金させていただきます。さらに全額返金保証付き、これは試しやすいですね。はい、ぜひ試していただければと思うんですが、ただこの番組では数量限定になっておりまして、30セット限定のご用意となっております。ですぐになくなるので、皆様お早めにお電話ください。それではお問い合わせ先お伝えします。フリーダイヤル 0120-28-0039 0120-28-0039 です。お電話際必ずスカイロケットカンパニーを聞きましたとお伝えください。お届けや返品などもお気軽にお尋ねください。最後になるんですが、今まで諦めていた方もぜひこの機会にお試しください。はい、限定数は30セット、お早めにお電話ください。お問い合わせ先は 0120-28-0039 0120-28-0039 です。この時間は D ジョインの全く新しい次世代型育毛促進剤、薬用エボルテラスネオをお伝えしました。山内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Skyrocket Company。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。秘書の浜崎美穂です。先ほどのコーナーでね、浜崎さんに3密になるからということでスタジオ追い出されて、はい、まあふてくされるようにですね、ちょっとこの同じ建物内の喫煙所に行ってですね、タバコ吸ってたら、はい、番組でもお世話になってる前に東京 FM じゃない建物からね、リモートの放送してた時に、はい、お世話になってたミキサーさんがいて、ちょっと何してるんですかこの時間に、驚きましたよみたいな、うん、いや今こう追い出されてみたいな話しててこのまま戻らないみたいなね、この57分8分のパートあるじゃない、はい、このまま戻らないなんてことがあったら、うん、みんな驚くんじゃないんですかなんてこう言ってくれるからね、それが誰ももう驚かないんだよっつって僕が仮にオープニングにいなかろうが、はい、途中どっかに行っていなかろうがスタッフさんも浜崎さんもリスナーも誰一人としてもう慌てる人もいなけりゃ驚く人もいないんだよ、はい、だからもうサプライズも成立しないから僕は帰るねっつって僕はちゃんと仕事に帰るねっつって帰ってきたんだけど、マジで何とも思わないでしょ。そうですね、ああ来ないんだっていう感じぐらいなもんだもんね。淡々とね、はい、本当にメッセージ読んだり頼もしいですよ仙台上空で謎の白い物体ということでね、はい、ちょっと話題に今日ずっとなっておりますけども、うん、朝方からずっといたなんていうことですけども、今のところ現時点で正体不明みたいな、でまあいろいろ憶測も飛んでたりとかも分かってたりするのかもしれないですけど、これぐらいの情報でいいですよね、うん、これ結局分かっちゃうと意外と面白くなかったりするから、はい、こういうのってこれぐらいでいいんですよね、うん、面白いところで。そうなんですよ。そんでなんか妄想膨らましたりとか、はい、憶測が飛び交ってるぐらいが一番いいなと思いますので、ここまでということにさせていただけたらなと思いますさあ6時台7時台もスカイロケットカンパニー続いていきます。
京 FM スカイロケットカンパニー本部長の万保八代です。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。6時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。先ほどね、仙台上空で謎の飛行物体みたいな話もしてましたけども、はい、ツイッターのトレンドなんか見てたらですね、ゲーム機発売のニュースがあって、まあ僕ゲーム、まあ好きなんであんまりやれてないですけど、はい、なんだろうと思ってそこにね、KFC 新作ゲーム機を発表ということで、ケンタッキーフライドチキンのイメージあるじゃないですか、はい、KFC って、うん、でもゲーム機発売って書いてあったから、うん、まあそんなわけないし知らない企業名なのかなと思って開いたらですね、ケンタッキーフライドチキンが発売するんですよ。え？ゲーム機を？どういうことって思いません？はい。ねえ、事業拡大？ここぐらいがいいんですよニュース。以上これぐらいがいいの。みんなどういうことさっきのだから飛行物体と一緒のこれぐらいでいいの、その憶測が飛んでるぐらいがいいのよ。あの矢沢永吉さんが未発売の伝説ライブ3本初の有料配信へっつってこれもニュースになってましたよ。これなんでか知ってます？理由、あのね、やっぱりこう収入のためにもとかじゃなくてですか？じゃない、じゃない。知らないっていうとこだろうが。その先があるのかと思いました。その先ないでしょうが、どう考えたって。どう考えたってないでしょうが。行くぐらい出していいのかと思いましたよ。3つ連続で行くとこでしょうか、その。3つ連続の。ね、なんでかわからないねぐらいでねっつって、キリンのコーナー行くとこでしょうが。安田さんもね、食ってかなきゃいけねえんだよっつってますよ、はい、ということでね。さあ、ということでここからの時間はこちら。違うクイズの方が良かったのかな、さあこの時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。ではどんなメッセージが届いていますか。神奈川県41歳男性、会社員のビッグピックミニさん。ビッグピックミニさん、本部長秘書こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。4月からずっと在宅テレワーク中なのですが、たまにある鬼スケジュール、朝8時30分から先ほど17時30分まで入れ替わり立ち替わりでずっとオンラインミーティングでした。はあ、長い。2,3 分の隙間にトイレに行って昼食も取らずぶっ続けで9時間会議。うわー、ご飯も食べれてない。しかも参加しているだけならまだしも、ほとんどの会議で主催という苦行。はい。やっと終わって、これからメール処理と資料作成です。さあもう少し頑張って、終わったら飲む。うん、飲みましょう。主催だったら1本ぐらい ずらせな。いや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 、大変ですね、いろんな案件を抱えているということなんだと思います。本当にご飯も食べれてないってね。ね、暑いからどうなんでしょう、家の中エアコンつけてたんでしょうか。熱中症も大変ですし、暑い中やってられない、かといってエアコンついてて、エアコン効いてる部屋でずーっと9時間っていうのも体調厳しいですよ。本当に美味しいお酒飲んでいただけたらなと思います。それでは本部長、リスナー社員のビッグピックミニさんへ向けて早速乾杯しましょうか。もう何本も会議したということで、全部主催ということで、全てのプロジェクト案件がですねうまくいくことを祈っておりますし、まだまだお忙しい日々が続くと思います。それだけ会議が続いているということは本当にお疲れ様でございます。あー、行っちゃってください。あー、行っちゃった、とということで、ビッグピックミニさんお疲れ様です。乾杯。お送りしているのは6月24日にリリース、世界の終わり両 A 面シングル、アンブレラドロップアウトに収録されています東京 FM 開局50周年アニバーサリーソング、世界の終わりで周波数でした。Skyrocket Company。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万保八代です。
書の浜崎美穂です。さあということで、今日が6月17日水曜日ですが、明日6月18日木曜日、スカイロケットカンパニーが終わったですね、夜8時スタート。はい、8時ジャストスタート予定ですか。そうですね、夜8時から開催されます。はい、はい、何が開催されるかというと、秘書よろしく。スカロケオンライン飲み会サポーテッドバイ白竹城金杯銀杯をお送りします。はい、リモート飲みというか、配信飲みというかですね、番組的には2回目の試みになりますけどもね。はい、じゃあ改めてこちらは後ほどお届けしますので、はい、ちょっとゆっくり説明もありますので。あ、そうなの。はい、後ほどお伝えします。後ほど、すいません、うん、後ほどやりましょう。はい、ということで、本日の議題はこちら、みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュース。はい、行きましょう。埼玉県32歳女性、営業ウーマンのアコアコさん。アコアコさん、夫が携帯を忘れて仕事に行ったのですが、なぜか預かっている義母の携帯は持っていたために、預かっていた義母の携帯は持っていたために、はいはいはい、その携帯を使って電話をしてきました。うんうんうん、仕事のやり取りを LINE でしている夫は自分の携帯がないためにパニック。はいはいはい、そこで義母の携帯から LINE にログインしようとしたのですが、うん、私がミスリードをしてしまい、トーク履歴が全部消えました。あら、バックアップだけでも取らせるべきだったな。夫よごめん、でも自業自得だ。 LINE ってバックアップ取ってます？バックアップ自動的になってる、自動的な設定をしてるかしてないかにもよるんじゃないかな。なるほど、その設定があれがついたのがちょっと前じゃなかったでしたっけ。うん、機種変するときとかね、スマホ買い替えるときに結構な確率で消えたりとかね、はい、ありましたね、いろいろ乗っ取られたときにどうこうとかありますけども、うん、LINE って、はい、まあ僕仕事を半分ぐらい、プライベート半分ぐらいで使って、どっちかって言ったら今もう仕事の方が多く使ってるかもしれないから、うん、不便だなと思うことあるけども、重いデータとかは別に Gmail でやり取りしてるから全然あれとして、はい、うん、LINE って消えたら困ります？一度消えて、うん、困りました。全部消えた。はい、写真とかせめて残してあれば。あ、そう、それも先にアルバムに入れておけば消えないっていうことを知らずに。え、アルバムに入れとけば、はい、その、うん、やり取りが全部消えても残ってんの？残ってるんですよ。あ、そう、はい、もう一度アカウントちゃんと立ち上げれば、あ、そうなんだ。そうなんです。そのアルバムをその自分のスマホのところにちゃんと入れるとかそういうことじゃなくてね。はい。その LINE の中に、うん、相手とのアルバムの中に入れとけば、はい、時間でも消えないし、その LINE そのもののやり取りが全部消えても残ってんだ。うん、残るんですよ。あ、そう。じゃあやっぱ写真やり取りするときってアルバムに、アルバム作っちゃった方がいいんだね。なるほどね。あとバックアップ。確かにな、消えちゃったら大変だなと思ったけど、そんなに今消えて困るものもないかとか思いながら、大事なやり取りっつっても仕事のやつは大体分かってるし、データはだから別でやり取りしてるから、うんうん、例えば締め切り何日ですとか、うん、そういう具体的な日程のやり取りとかってもうやった時点でどこか手帳とかスケジュール帳に書きます。締め切りとかは全部書きます、はい、スケジュールなんかは紙の方に手で書いちゃいますけども、うん、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ大丈夫だと思うけど、そうね、 LINE ででもお仕事なさってる旦那さんからしたら LINE でも結構やってたってことでしょ。そうです。これは結構なダメージだったと思いますね。ハンコ。続いて埼玉県37歳女性、パート業の夢はホテル暮らしさん。夢はホテル暮らしさん。この前いつもと違うコースを散歩していたら、一軒家を改築した感じのパン屋さんを発見しました。はいはい。店内に入ってびっくりしたんですが、80歳くらいのおじいさんが一人でパンを焼いていたんです。なんでだろう。その結構年いってるってことなのかしら。話を聞いてみると、パンが好きで70歳を過ぎてから一人でお店を始めたとのこと。あー、かっこいい。それから何度か通っていたのですが、昨日お店に行くと
7月から休業という張り紙が。あら、コロナだったり、それとも体調の関係ですか？年齢のこともあるし、体調が良くないのかな、うん、大丈夫かなと思ったのですが、夏は暑いから秋まで休むだそうです。さすが余裕がある人生に。いや素敵だわ、かっこいい、うん、毎年そうしているようで安心しました、うん、はい、秋になったらまたパン買いに行きます。最近リモートの人なんかはですね、もともと会社勤めだった方は、はい、あれこんなに毎日会社行かなくても仕事成立するんだったら、うん、今までが忙しすぎたかもな、移動に時間使いすぎてたかもなっていう人もいると思いますし、もちろんこのコロナ禍が始まってから、はい、その働けてない方もいるわけでね、うん、そういう方々からしたらまたちょっと話違うんで大変失礼になってしまいますけど、ゆっくりするということに気づいた働き世代の人も多いんじゃないかなって思うんですよね、うん、はい、そうやってこう人生の僕たちの先輩で70代80代になった方がそういう風にしてるって聞くと、なんか余裕あってかっこいいなと思いますし、そういう風なスタイルをね、うん、もう30代40代でも移行できるんだったら、はい、経済的に余裕がちゃんと埋めるんであればしたいなとは思いますけどね、うん、だ今年の夏なんていうのはもしかしたらこの春外に出れなくて秋も全く外に出れなくなるかもしれないから、どっか遠く行くぞとかたくさん遊ぶぞとかいろんな人と触れ合うぞとかとは別として、僕はこの7月8月ぐらいっていうのは週末はちょっとこうゆっくりしてみようかなとかね、コロナがどうなるかわかんないから、あーでもいいっすね、70過ぎて新しい商売するっていいよな、なんかかっこいい夢がある。ハンコ。岡山県25歳男性会社員の鈴の音ビーチさん。鈴の音ビーチさん、八代本部長浜崎署社員の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今週からスケートボードを始めてみました。はい、いくつ、70いくつ、25歳ね、はいはいはい。テレビで放送していた映画、うん、バックトゥーザフューチャーをしていて先週末かな、はい、主人公がスケートボードで大活躍するシーンがとってもかっこよかったんです、はいはい、自分もあんな風に乗ってみたいと思い、うん、25歳ながら始めてみました、はい、しかしいい大人が近所で練習するのも恥ずかしく、人のいない職場の駐車場でこっそり滑っています。25歳のスケボーの初めての練習はだいぶ恥ずかしいね、見られるの。まだまっすぐ進むことすら難しいですが、少しずつ上達したいと思います。僕のプチニュースでした。なんかでも恥ずかしいなっては思いますけど、自分に置き換えた時にね、はい、でも恥ずかしいなって思わなくていいんでしょうね。恥ずかしいですか、そのスケボーを。スケボーでも何でもだけど、うん、じゃあ仮に浜崎さんがここからローラースケートを覚えようと思って一人で公園に夕方行ってローラースケート、いやもう本当にシンプルに考えたら、うん、無理ですね。近所の小学生にもう鼻で笑われるよ、うん、本当に。恥ずかしい。でなんだよ、だってさ、上手い人もいっぱいいるわけじゃん、やっぱそういう疑った目で見ちゃうじゃん。なんか見てるとさ、あの人スケボーうまいんかなとか、はい、スケボー流行る時代って定期的に訪れてるから結構できる人もいるし、だけど思ったのは、はい、なんかそれを恥ずかしいけども乗り越えてずっとやってる人がある時見たら1ヶ月前より上手くなってたとか、そういうことの方が近所の人からすると気づきがあるような気がしますし、僕たちそんなに周りの人の目を気にして周りの人の意見とか気にして生きていく必要もないっていう時代になってこうとしてるとこじゃないですか、はい、ちょうど、うん、そういうトレーニングの一環として恥ずかしいけど人目を気にしないっていうフェーズに入っていく自分を作るために、25歳でしょ、うん、いいかもしれない。僕ももう40過ぎてるけど、はい、皇居の空いてるスペースね、みんながランニングしてるの、うんうん、横とかで体操してるとこで、はい、ちょっとブレイクダンスでも始めてみようかなと思うわブレイクか、ブレイクダンス邪魔にならないように、はい、回らないタイプね、うんうん、体でウェーブ作るタイプの方のね、体でウェーブ作る方だってさ、スケボーを初めてやる25歳とブレイクダンスやる43歳とそんな差はないでしょ。そうですね。で要は人目が気になるかでしょ、うん、気にならない、うん、気にならないように行きたいって思うんだったらそれぐらいのことしないと
もう浜崎さん何始める？うわー、なんでしょうね。できない何を始める？できないギターでもいいよ、できないダンスでもいい、できないスケボーでもいいし、できない、はい、もしやるんだったら逆上がり、できない逆上がり始めましょうよ。どっかの公園でなるべく人が多いところ、瀬田港、瀬田谷公園。俺じゃあ、俺だったら瀬田港の噴水で朝ラジオ体操やってるところでブレイクダンスやるよ。人が多いところに行くべきだから、いろいろこうラジオを聞いてくださって皆さんも、確かになっていう、何かを始めたいって思ってる人たくさんいると思うんですよ、いつだって。でもそれが始めんのめんどくさいとか、始めんの見られて練習してんの恥ずかしいとか、その恥ずかしいことすらも一個何かを始める、自分を変えるの要素を含んじゃって、ガンガンやっていいんじゃないかなと思う。背中押させてください、ハンコ。さあ、有名な楽曲でございます。ジャスティン・ビーバーで What Do You Mean ということで、ミュージックビデオの方でね、スケボー乗ってたりということでございまして、はい、スケボーの話からかけさせていただいておりますけども、怪我だけしないようにしてください。あと、バーッとね、僕も小学生の時流行ったのかな、中学生かな、なんかどっちかですごい流行ったんですけど、世代的に。家の駐車場の、家の前の駐車場なんかでやってても、パーとかってやってるとね、たまに、ね、転んだりすると、スケボー道路にバーンってすごい勢いで出る、行くんすよ、あれ、はい。で、危ないんですよ、あれ、結構。だから場所を選んで、怪我のないように、で、ちょっとこう、他の人に迷惑かけちゃうと、こう、大損こいちゃうこともありますんでね、気をつけてやっていただけたらなと。そしてですね、風を切れるぐらい、そしてですね、マイケル・ジェイ・フォックスぐらい、うまくなっていただけたらなと思います。スカイ・ロケット・カンパニー。Skyrocket Company。 東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。宮城県からです。男性28歳、自営自由業の某都民さんでございます、はい、秘書のインスタで知ったのですが、スカロケの放送作家をされている大井さんが読売新聞夕刊で取り上げられていました。普段の仕事と並行して格闘技の練習もされているということで、これはその新聞の、まあ、連載みたいなね、こう人を紹介する記事のコーナーがあるんですけど、そこが趣味をやられている人みたいな、趣味ですごい成果を上げてる人みたいなね、そういうところのコーナーらしいです。で、うちの水曜日、今日目の前にいますけども、作家の大井くん、まあテレビを中心にですね、ラジオはここだけですけども、それから仕事でね、こう、きっかけでこう、昔やってたキックボクシングから格闘技をちょっとやってみようかなんて、なってみて、だから前田明さんが主催するアウトサイダーですよね。あれに出るようになって、55から60キロでしたっけの階級の2018年にチャンピオンになったんでしたっけ。チャンピオンです。チャンピオンですよ。仕事してて30代でなんとなくこうチャレンジ企画みたいなところから始まってですよ。そこからコツコツと練習を重ね、仕事の合間でね、毎日やって、今現チャンピオンってこと。現チャンピオン。なるほどね。防衛は何回？2回。ふわ強い。で、それでそこにね、取り上げられたということで、それを秘書がインスタに載せたと、ストーリーに。で、その記事の中でも作家の大井くんが言ってる通りですね、ここの某都民さんはですね、ぜひ格闘技を取り上げた番組制作を楽しみにしていますと。それか、本部長の競馬部に対抗して、大井さんメインの格闘技のコーナーがあればぜひ聞いてみたいです。ゲストとしてスーパー、笹団子マシンさんが喋っているところまで見えましたということで、どうですか大井先生。いつかスカロケの中で格闘技コーナー、
でも競馬のコーナーもだいたい3分から5分ぐらいでみたいな話でね、はい、JRA さんからお金出てるシーズンもありますけど、そうじゃない時もやったりとかずっとしてて、格闘技ファンの方も多いわけじゃないですか。ラジオ聞いてくださってる方で、リスナーさんで、週に1回ね、格闘技情報みたいな、水曜日に今日はこの選手の紹介とか、例えば木曜日のディレクターさんがサッカーが好きだからって、もうほぼ強制的に浜崎さんにさ、ヨーロッパのリーグのさ情報を不意に読ませる時あるじゃない。急に曲かけて、それと同じようにサッカーファンも多いし、あのね、一定数の方が好きなものに関しては、そんなに長い時間やるわけじゃないんだったら、いいんじゃないですか、マジで。コーナー、どっか水曜日に、水曜日、うちの番組でね、その格闘技やってる方で聞いてくださってるっていうことで、はい、はい、来ていただいたりとか、あと、まあ、聞いてくださってる別にね、前田明さんが来たりもありますし、就活応援部と交互にやったらどうですか、あの、本当に。すごい、振り幅ですね。だいぶ大きめの扱いで、本当に。いや、でもね、いいかもしれません。書き込みもありがとうございます。さあ、ということで、みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュース。まあ、近所というか僕たちはもうね、近いところでのプチニュースというかね、あの作家さんがね、新聞の、そうそう、で紹介されてたっつって、プロデューサーさんが全体ラインにね、記事を写真でアップしてガーッとね、流してくれて、はい、神奈川県30歳女性、会社員の塚の間の稲垣さん。稲垣さん、本部長秘書、お疲れ様です。お疲れ様です。4月のテレワーク開始からこの番組を聞き始めて、ありがとうございます。ドハマりしています。ようこそ。毎日リアルタイムとタイムフリー両方聞いています。ありがとうございます。そんな中、初めて書き込みさせていただきます。はいはい、1日6時間ぐらい聞いてくださってるんですかね。本当にありがたい。近所のプチニュース、昨日の出来事です。はい。早朝4時ごろ、カラスの鳴き声で目が覚めました、やけに大きいボリュームだったので、どうやら私の住んでいるマンションのベランダあたりで他のカラスと鳴き声で交信しているようでした。あー、なんか今日カラス近いなーっていう時ありますもんね、再び眠ろうにもカラスの声が大きくて、あと5分続くようなら私もカーカーと叫んで応援してやろうかと、はい、応戦してやろうと、応戦してやろうかなと、はいはいはい、思っていたところ、ベッドの中で考えていたところ、隣の部屋のベランダからカーカーと、我慢できなかったんだね、人間の男性の大声がそうだね。そこからカラスの混乱したようなカーカーという鳴き声と男性の鳴き声とが2ラリーぐらい続いた後、見事カラスは飛び去っていきました。どうなんでしょうかね、お隣さんのそのカーカー言ってんのを見て、自分が先やれよかったなと思ったのか絶対やらない方がよかったなと思ったのか。どうやらお隣さんはカラス語が話せるようです。今まで話したことはありませんでしたが、今度会ったら挨拶してみたいなと思った次第です。カー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 って言ってるものに対して、うるせえじゃなくてカーカーって言いたくなる気持ち分かりますよね、はい、工事がずっと去年ね、何ヶ月もうちのマンション工事してて、で僕昼夜逆転してる生活の方が多いから、時期が、はい、もうね、ずっと寝れない日が続いてきておかしくなってくるんですよ。で昼間ね、ドド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 って落としてくると、もうドド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 って言うんだよ。その勘弁してくれって言ったってしょうがないじゃん。昼間寝てるのはこっちのせいであり、でもこっちもさ、はい、仕事上夜中どうしてもやらなきゃいけないこと多い時期もあるしさ、その時にやっぱりもう静かにしてくださいって言ってもしょうがないけど、うるせえっていう気持ちはあるけど、うるせえって言ってもしょうがないし、そうなってくるとやっぱドドドドドしか言うしかないっていうかさ、そのカーカーに対してカーカーもすごくわかる気がします。ハンコ。続いて埼玉県31歳女性、美容師の辻氏さん。はい、辻氏さん。最近あったお話なんですが、エレベーターに乗っていたら同じマンションの方と一緒だったんです。はい。お母さんと男の子がいて、エレベーターの中で男の子が私に指を指して、ママピンクがいるよ、ピンクと言ってきました。ピンク、髪の毛染めてるのかしら。その時の私の髪の色はピンクだったので、はい、きっと不思議に思ったんでしょう。なるほど、そっか、人の髪の毛がピンクだなんてと。
お母さんはめちゃくちゃ私に謝っていましたが、うんうん、お子さんが可愛かったので笑って解決しました、うんうんうん、小さい子にいつかピンクに染めてあげるからねと決め台詞を言ってエレベーターを出ました。決まったのかしら、うん、以上、これが私のご近所ニュースです。いいですね。もう本当に前にもここで話したけど、今はちょっとあれですけど、昔に、芸人やってる時に小道具でおもちゃ、あの本当にチャンバラの刀みたいなのを2本ぐらい持って劇場に行かなきゃいけない時があって乗り換えだったんですけど、うん、休みの日だったんですね。土日に移動してたんですけども、電車乗ったらですね、親子連れがいて、やっぱ前に座ってた男の子がね、お母さんに何あれ何あれって僕のね、その刀を指さすわけですよ。うん、とお母さんがね、刀って言うんだよ、刀って教えてるんですけど、はい、電車乗り換えて次の電車乗ってもまた同じ事態が起きたんですと、うん。子供が何お母さんあれってまた指さしてきたら、その乗り換えた後の電車に乗ってたお母さんは子供に対して、うん、あれはね、侍って言うんだよってその折れ込みの説明になってて、その刀だよっていう声が車内に聞こえてる分には何ともね、そうこれが刀だよみたいな顔してたんだけど、侍だよって言われた途端に俺侍の顔しなきゃいけないから、それがもうどうしても恥ずかしくてっていう小話でございましたけどもね。ピンク、いつかピンクに染めてあげるねという決め台詞、かっちょいいでございます。ハンコ、本日の議題、みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュース。リスナー社員の皆さん、スカイラケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトに届けてください。ここでスカロケオンライン飲み会サポーテッドバイ白竹城金杯銀杯のお知らせです。先ほどちょっと告知の方が途中までとなってしまいました、失礼しました。あのですね、明日の夜8時から開催するんですが、こちらのオンライン飲み会はツイッターのスカロケ公式アカウントにアクセスすればどなたでもどこからでも参加することができます。もちろん無料です。いわゆるズームのみとは異なります。画像が出るのは本部長と秘書のみで、基本的にはリスナーの皆さんの画像は出ません。そして飲み物はソフトドリンクを含めてお好きなもので OK です。さらにこのスカロケオンライン飲み会にご協力いただきます白竹城の高橋酒造さんからのお知らせです。本格米焼酎金白、銀白の味をいつでもどこでも手軽に楽しめるハイボール缶が高橋酒造から発売中です。金白ハイボール金杯缶、銀白ハイボール銀杯缶のご購入は高橋酒造のオンラインショップ、また山田電機でも一部店舗を除いて取り扱っています。高橋酒造のオンラインショップでのご購入は高橋酒造もしくは白竹 -shop.jp で検索してみてください。今回プレゼントも皆さんにですね、当選者の方は発表もさせていただき発送も行っているんですが、当選された方、そして残念ながら当選されなかった方、また初めての方もですね、オンライン飲み会やお一人様ご家族でも手軽に金杯銀杯をお楽しみいただけます。芳醇な香りとコクの深さの金杯、そしてキレのいい味わいの銀杯をぜひお楽しみください。スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。鈴村健一です。お疲れ様です。ハードキャッスルエリザベスです。明日のワンモーニングは、登山者を守る山小屋が危機、山小屋救済のクラウドファンディングが誕生しました。8時台のチャレンジスピリットのコーナーは、スト2の生みの親、ゲームクリエイターの西谷明さんに最大のチャレンジについて聞きます。東京 FM ワンモーニングは明日も朝6時スタートです。八代本部長、T シャツの件なんですけどね、僕らの記憶ではなんかほら、どっちがやるかを野球の試合で決めようみたいなこと言って、うん、僕ら確か負けたんで、そっちがやる主導になってたはずですし、あとそのあたりの細かいことはそちらのプロデューサーが以前のうちの番組のプロデューサーなんで聞いてみてください。
記憶だと、そのね、野球の3連戦のカードで勝敗を決めるって言って、ドローがあったりなんかしたりして、うん、で、確かね、おっしゃってる通り、ワンモさんが負けて、負けた方が仕切るみたいな話だったと思うんですけど、なんか勝った方が仕切るっていうことに、今のお話だと、いや別に仕切りたくないわけじゃないんですよね。はい、じゃあ、こっちで引き受けます？もう進めちゃいますか？どうします？じゃあまあ、プロデューサーさんと話して決めましょう。うん、東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。今月1日から7日までは HIV 検査の普及及び浸透を図るための HIV 検査普及週間でした。 AAA アクトアゲインストエイズは1993年より多くの人にエイズに対し関心を持ち、偏見をなくし正しい知識を広めることを目的に、音楽業界、ミュージシャン、俳優、タレント、学生らが集まりイベントとして開催されるといった動きのことです。この時間は AAA とのコラボレーションの第2回目です。前回は6月3日にお送りしました。新型コロナウイルスの影響でウイルス感染、潜伏期間、発症という言葉を耳にすることも増えましたが、そんな今だからこそ同じく感染症である HIV やそれが引き起こすエイズについて改めて理解を深めていきましょう。エイズに関する書籍や講演も多く、 HIV 感染者の診療もされているヘルスプロモーション推進センターオフィス岩室代表医師の岩室真也先生にお話を伺います。先生こんにちは。はい、こんにちは、岩室です。2週間前に引き続き今日もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。まずはですね、 HIV は、はい、治る病気なのでしょうか？はい、HIV というウイルスに感染していたとしても、早期に検査をしていただければ治療をすることでエイズっていう状態にならない、まあ日常の普通の生活を送れる、そういうような状況にはなっ、はい、切れてしまったかもしれません、はい、HIV 感染者というものとエイズというものは違うという話をですね、改めて2週間前にさせて、お聞きしました、はい、でその辺がやっぱ曖昧になってる方もまだ多いんじゃないかということで、今のお話でいけば感染してしまったとしてもですね、検査してそれが分かる状態で早期にそして治療をすれば、発症してエイズという状態にはならずに抑えられることはできるというお話でございます。はい、はい、そして先生に、またお電話つながったらですね、引き続きお話伺いたいなとは思っております。はい、もしもし。はい、そしてですね、先生のお話していただくと、ごめんなさい、もしもし、岩村先生、はいはい、申し訳ございませんでした。いい、どこまで聞こえてましたかね。ですね、早期に、こう治療すればエイズ発症は抑えられるというところまでお話しいただきました。はい、はい、で今のところですね、完全に HIV を取り除くっていう治療法がないんです。はい、でただ治療法は随分進歩してまして、はい、昔だったらもう本当に十何錠っていう手のひら一杯ぐらいの薬を飲まなきゃダメだったんですけど、はい、今は1日1回1錠、それも薬と関係、食事と関係なく飲むだけでエイズウイルスが抑えられるようになってきたんです。あ、そうなんですか。はい、1日1錠飲めばその発症は抑えられると。はい、だから、はい、早めに検査して分かってた方がいいよという話ですよね。そうなんです。なるほど。そしてですね、新型コロナウイルスでも感染者や医療従事者への偏見の問題が出ております。 HIV 感染者への偏見もやはりまだまだ根強いのでしょうか。はい、まあ、HIV っていうのは、まあ、性感染する、まあ、セックスで感染するっていう病気でもありますので、はい、そのことについての、まあ、偏見というのは非常に強いですね、うん、で一方でコロナウイルスも、
飛沫とか、まあ、エアロゾルとかの感染ばかりが強調されて、で咳をする人が、まあ、偏見の目で見られたりするんですけれど、実際には接触感染、飛沫で飛び出したウイルスがいろんな環境についていて、それを素手で触って、素手でおにぎりとかを食べるとやっぱ感染するんですね、はい、だからそういうところの理解がないと、あ、咳してる人ダメだとかっていう話になります、うんうん、で HIV も逆にセックスでうつるけれど、握手とかそういうことではもう全然感染しないんです、はい、でさらに今治療が非常に良くなってきて、でエイズウイルスをちゃんと抑え込んでる人っていうのは、実はコンドームなしで性交渉をしても他の人にうつさないっていうところまで分かってきています。あ、そうなんですね。これすごく大事なことなんですね。はいはいはい。とか自分が命を長らえるためだけじゃなくて、はい、自分の大事なパートナーに移さないためにも検査をして治療するっていうことがすごく大事なんです。あ、なるほど。そうなんです。で、はい、はい、コロナウイルスもそうですけども、先生のお話の中にあったその接触感染とか、その、じゃあ飛沫があって咳してるだけでちょっとこう変な目で見てしまうとかありましたけども、例えばレジなんかで2メートルずつの間隔空ける必要がないとか、その辺の兼ね合いも僕たち必要ですよね。そうですね。はい、咳でマスクもしないで直接かければ2メーター以内の人はかかります。はい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 。でも背中向けてる人だったら髪の毛にはつくけど感染はしません、はい、コロナは。その辺のちゃんとした理解が必要ってことですね。そうです。で、はい、さらにもう一つコロナで重要なのが、 HIV と同じように実は性的接触でうつるんですね。はい、はい、一番はキスです。キスでコロナウイルスは感染すると。はい、はい、しかしエイズウイルスは感染しません。エイズは感染しない。はい、はい、そういうところが、うん、やはりなかなか正確に伝えにくいんですね。なんかやっぱり僕ら世代は特にそうですけども、すごくこう感染しやすいものだという HIV がそういう認識でバーッと世の中に広まった記憶がありますし、その記憶があまりちゃんとアップデートされてない人も多い気がします。はい、はい、特に若い方の中では、まあ高校とか中学で教科書で教えられるんですけど、はい、例えばコンドームをつけなさいっていうことを教師が言えなかったり、うんうん、はい、検査についても正確なことが分かってないと、どうしても怖いもの、はい、避けるべきものになってしまいますよね。はいはい、ですから正確にこうやって理解していただかないと、はい、例えば仕事をしてて HIV が分かったら解雇されるとか、まあ、同じようなことはコロナでも起こってますけれど、うん、そうですね、はい、そういうことにならないようにぜひしていただきたいと思います。はい、そういう正しい知識がなかったりとかですね、偏見が強いがゆえに解雇されたりとか、それからそのせいで人に言えなかったりとか、ご家族が、また苦しい思い悲しい思いをしている人もいるということで、やっぱりまずは僕たちは大事なことは正しい知識を身につけるということだと思いますし、あとやっぱりフェイクニュースにも気をつけなきゃいけないということでしょうか。はい、まあ、コロナなんかもそうですけど、本当に何が正しいのかっていうのはやっぱり何年か経たないとわからないんですね。はい、でコンドームをつけてれば絶対大丈夫だっていうこともやはり何年かしてエイズの世界でも正しく理解されるようになりました。はい、でコンドームも実は最初から最後までつけてないと意味がないとか、うんうん、そういうことも逆にフェイクニュースとしてデマが回るっていうことも昔はありましたね。あ、わかりました。はい、そして私たちができる感染予防の方法とは何なんでしょうか。HIV に関してはまずコンドームを最初から最後まで正しく使うこと、はい、でそうしていただければ、まあ、100% コンドームが破れない限りですね、はい、予防することはできます。はいはい、でもう一つ最初の方で申し上げた感染している人が堂々とちゃんと治療を受けられたらその人から誰かに移るっていうこともないんです。うんうんうん、そうですね。
だからやっぱり検査するとか治療を受けるということがですね、変な偏見の目で見られないような空気を作っていくということですね。そうです、はい、私も初めてエイズ検査を受けたとき、正直言ってなんか後ろめたい気持ちになったりとか、うんうん、誰かに言われるのかなとかって思ったのを思い出します、はい、ですから検査行ってきたよ、感染してなかったよ、あ、感染してたよ、でもちゃんと治療するからねっていう雰囲気になるといいですよね。はい、はい、最後になります。 HIV 検査はどこでどのようにできるのか教えていただけますでしょうか。はい、コロナでも話題になった保健所っていうところで無料で匿名、名前も言わないで検査を受けることができます。あ、匿名で受けられるんですね。はい、名乗る必要はありません。はい、でただ事前に電話をして、はい、時間とかを確認することが必要です、はい、で実際現在新型コロナウイルスで、まあ、保健所が非常に忙しいので少し検査を中止している場所もありますので、ぜひ早めに確認してから連絡受けていただければと思います。はい、で注意点としてはまあ、セックスをしてからコンドームなしとセックスをしてからで 1,2 ヶ月経ってないと正確な検査結果が出ないんですね。抗体ができませんので、ですから、まあ、そのあたりの時間も置いてからちゃんと保健所のホームページで確認していただければと思います。わかりました。詳しくはご希望のですね保健所のホームページを、リスナーの皆さんご確認ください。さあということでいろいろ聞かせていただきましたが、秘書どうでしたでしょうか。いや本当に治療法が随分と進歩しているっていうのは本当に改めて知ることできましたし、正しい知識をこうやって日頃から耳にすることが大切だなって改めて実感しました。岩室先生、はい、2回にわたってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ヘルスプロモーション推進センターオフィス岩室代表医師の岩室真也先生でした。お送りしたのは東京 FM ブランニューソング、スピナビレ&ホームグラウンで見てるよ。シンガーソングライタースピナビレとレゲエバンドホームグラウンが本日コラボレーションアルバム見てるよをリリースしました。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。東京都男性27歳会社員のサトップさんでございます。はい、先週のおぎやはぎさんのラジオで、はい、スクールオブロックのパロディをやってましたと。やってましたね。先週ですか。先週も先々週もやってますね。妄想選手権をリスナーの生徒とやってましたと、うんうん、叫べ夜10時から全国10代向けのラジオやってます。2005年から東京 FM ですけども、僕は頭の6年半やっておりましたけども、冒頭で叫べと言いますのところを起立れっつってんのかな、起立れすけべ、はい、叫んでましたと叫び妄想話スクールオブロックのオープニングの曲をデンデンデンってやつですかを使ってましたと。矢作さんがスクールオブロックが好きでどうしてもやりたかったそうです。校長、遠山校長先生、この春で10年でね喋り続けて卒業しましたが、校長先生の熱い言葉が好きだとか、昔矢代がやってたよねとケンコバさんが言ってました。トーク内容はスカロケで言える内容じゃなかったですが、書きたくて書いちゃいました他局なのにすみません。これは他局の問題じゃございません。東京 FM の問題です他局が起こした東京 FM の問題ですよ。これ聞いてたんですよ、実はスクールオブロックのね、はい、スタッフさんなんかにも、でね、これいろいろ思うところありますし、はい、スカロケ聞いてる夕方に FM 聞いてくださってる方で、うん、AM の夜のねおぎやはぎさんのですね、メガネビーキ、TBS ラジオでしたっけ、はい、メガネビーキ聞いてる方どれぐらいいるか分かりませんけども、
ぜひこちらで喋ってた内容を密告していただけたらなと思いますけども、うん、例えばラジオで真面目なことを言うみたいな話の流れになった時に、うん、ちょっと例えばおぎやはぎさんが真面目な話になっちゃった時に、うん、矢作さんがいやそれもう東京 FM の八代のやってる番組じゃん、はい、みたいな名前出していただけるの嬉しいんですけど、ちょっと嫌ないじり方をなさってるんで、ずっとなさってるで、実際は舞台でね、何年か前一緒にずっとやらせてもらってた時も、矢作さんが、よくあんなに真面目なこと言えるよなって言うから、いや、真面目なことばっかり夕方の番組実は言ってなくて、そこだけが残ってるかもしれないですけど、結構ふざけてやってるんですよ、みたいな。はい、いや、本当かみたいな。いつ聞いてもなんか熱いこと言っちゃってさ、みたいな。うんうん、いや、だからそんないじり方やめてください、みたいな。直接やりとりもしてるから、今もこうやってふざけて言えるわけですけど、はい、うん、まあいいですよ。そうやって、おぎやはぎさん先輩ですし、他局の TBS さんがね、AM、FM の垣根を越えてね、はい、その番組をいじってくれるのは、うん、スクールオブロックもスカロケも含めて嬉しいですよ。はい、ただ、その、スクールオブロックチームは、本当に真剣に10代の悩みに応えて大変な思いしてる中、うん、それのパロディをやって、叫べをスケベと言っていいのかって言われたら、これ話別だと思うんですよ。で、なんかやっぱり10代の数字とかっていうところも、意識してると思うんですけども、スペシャルウィークのプレシューとスペシャルウィークでやったわけでしょ、はい、TBS さんそんなことしないと数字取れないですかと俺はねちゃんと言いたいですよ。取ってるじゃないですか、強いじゃないですか TBS さん、うん、10代向けの真面目な番組をいじってそんなことやるなんて僕は怒ってるんですよ、ね、元教頭ですし、もうそうだよ、俺元教頭じゃなくて怒ってたらちょっと変なやつだろもう当事者として怒ってんだよ俺、真剣にやってたんだから。でね、これすごくずるいのがね、こうやってサトップさん書いてくれてるけども、矢作さんがスクールオブロックが好きでどうしてもやりたかったっていう風に言ってるんですよ、はい、これも俺やり方がずるいっつう話なの。からかってんだから、それを好きだって言えばパロっていいっていうルールにしちゃってるから、うん、それを言うことでもう正義をね盾としてね立ててんのよ、そこにかざしてんのよ、うん、これどうなんですか、このおぎやはぎさんの番組からないし TBS さんからは、東京 FM さんないしはスクールオブロックにそのやるよっていう話は初めにあったんですか、まずなかった、あったの、そのうちのスタッフさんもいるじゃないですか、ね、ペッパーくんスクールオブロックやってるでしょ、その辺はどうなの、あ、もうやめてんのか、ごめん。ちょっと春で抜けてんのか、ごめん。うん、事故。あの音回り聞いたからにはね、なんか。音回りもだって本当あれなんでしょ？すごく、はい。でね、問い合わせがあったとしたら、はい、僕はここで謝ろうと思ってたの、うんうん、それはもうできたプロレスだから、裏があるプロレスだから、はい、すいません外野がちゃちゃ言ってと、で来てないようだったらこれっていうのはもう売られた喧嘩、売られたプロレスですから、はい、東京 FM が買うべきなんですよ、はい、で本来はスクールオブロックが買うべきなんですよ、だから俺はスクールオブロックのね、うん、かかってる人に言ったの、はい、だけど今ね、うん、残念ながらこの春に喋り手が2人入れ替わった状態なのよ、はい、でその状態でこれなかなかいけないっていう部分もあって、うん、だから僕から提案します、これはスクールオブロックのプロデューサーさん、スタッフさん含めて、それから TBS ラジオ、おぎやはぎさんのメガネビーキのスタッフさん、それから小木さん、矢作さん、それからこのスカイロケットカンパニーのプロデューサーさんも含めて、東京 FM、TBS ラジオ全体に提案します、矢作さんをスクールオブロックかスカロケに呼びましょう、ゲストで、で、はい、10代か社会人の悩みに真剣に答えてもらいましょうよ2時間ないし3時間そこまで言うなら、はい、好きだって言うならやってもらいましょうよからかってるだけなんだから、あの人すごい全然、いや俺はこれもう本当にね、なんかなかったことにはしないからね、いいね、俺やるよ本当に、うん、でもしスカロケに来てくれるってなったら、これ変な話だけど、はい、その日俺は休む、え、なんでいないんですか、だっていてやるのは違うから、え、矢作さんがちゃんと本部長代理としてここに座って、はい、急に代理になるんですか、でやっぱり悩みに答えて向き合ってもらいたい、はい、3時間ぶっ通しで、でも理想はここは保険ですよ、うん、スカロケはスクールオブロックに、はい、
ああそうですね、言ってほしいんで、全国の10代の真剣な悩みに胸貸してあげてほしい、なぜなら、まあ、ここまで言っちゃうとあれだけど、むちゃくちゃ優しいから矢作さんが優しいんだよ。優しい言葉聞きたいな。優しいけど、本当悪い人だわ、うん。俺は悪い人だと思ってるから。小木さんは本当にただただ悪い人だと思うんだ。ただただ悪い人だと思うんだ。小木さんのいいところは分かんない。まだ見えてないけど、俺は本当に。うん。矢作さんは優しいんだと思う。これはでも俺動き待ちますよ。うん、だから、この時計編ぐらいの動きが出るのか、はい、まあ、あと一回次は、TBS さんの番ですよ。じゃあリスナーの皆さんにリークしていただいて、リークしていただいて、はい、あと関係者で聞いてる方がいれば、うん、ぜひですね、TBS メガネビーキさんのスタッフさんの方に伝えていただけたらなと思う、はい、うんうん、後輩ですけど怒ってると、はい、自分がやってきた一生懸命やったね、はい、その真摯に向き合った数年間すら侮辱されてる叫べがスケベじゃないんだよ本当にラジオに書けないような下ネタを繰り広げてるんじゃないよ本当に。スクールオブスケベってなってましたからね、ロックじゃなくて。よくないな本当によくないな。スクールオブロックやってからのその翌週でしたからね。浜崎さんもね、うん、あの今ディレクターさんにトークバックで油注ぐな油注ぐな、キリン行くぞキリン行くぞってね数分前から怒られてんだけど、なんで浜崎さんが切り返さないか次のコーナーに行かないかっつったらね、うん、浜崎さんね、自分が関わってない事件見るの大好きなんです目の前で俺がね事件起きそうなことを言ってるとね、すぐね巻きくべてくるのよ本当に、小木さんタイプね、巻きどこじゃないのよ本当、石炭ぶち込んでくるから俺の体に本当に。楽しみです。よしということでね、うん、さあここからはこのコーナーのお時間、スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りします。毎週水曜日にお届けするのは、あなたの街盛り上げたい。このコーナーでは飲み屋さんのある夜の街に以前の活気を取り戻すべく、リスナーから寄せられたおすすめの街にレポーターを派遣、魅力的に紹介しながらあなたの街を盛り上げます。おすすめの街情報が採用された方にはキリン一番搾り 350ml 缶1ケース24本入りをプレゼントします。僕はとっても素敵なコーナーだなとは思ってるんですけど、飲み屋さんのある夜の街って言い方だけは読めません、なんかその小池さんと対立構造で行くような感じ。いやいや、でもね、はいはいはい、先週から、内容を改めてお送りさせていただいております。今回おすすめの街情報を送ってくださったのは、東京都33歳女性専業主婦のゆうさんです。はい、ゆうさん、おすすめの街は小岩です。来た、小岩いいって言うんですよね。小岩に住んで8年くらいになりますが、とても住み心地のいい街です。ぜひ小岩の魅力を広めていただきたいです。僕おじいちゃん家が東洋町にありまして、まあ錦糸町の南の方ですけども、はい、あの辺だったんで、そこに大人になってからも数年間住んでましたけど、やっぱあの辺いいんですよね。物価もこう飲みやすい値段だったりとかして、はい、小岩ね、はい。ということで早速あの方に登場していただきましょう。レポーターのですよさん。はーい、どうもですよです。よー今日はどちらにいるんですよ。今日は小岩に来てるんです。よいいですねですよさん。あの先週ちょっとね中継つないだ時に音声聞きづらいところは多々ありましたが、今日は順調ですね。今日は順調でございます。前回は音声が聞きづらくて、あーいと言いましたよろしくお願いいたします。さすが、劇場がなくてもですね、メディアの仕事がない時でも、コロナ禍の中でもですね、謝罪の愛と言いまてんだけは夜な夜な練習しているですよさんということで、キレバッチリでございます。素振りをしてます。そしていきなりなんですけども、本部長、小岩ってどんな街かご存知でしょうか。小岩ってどんな街か、でもなんかあれですよね、総武線沿い
はいはい、ですよね。だからその錦糸町とかから近いから割とこう下町っぽくて賑やかな町とかっていう感じなのかな。賑やかなんですよ、本当に。はいはい、ちょっとまずはじめにあなたもきっと明日行きたくなる小岩について基本情報のおさらいです。はい、よー。あのまずですね、小岩駅はですね、都心へのアクセスが抜群なんですよ。はい、で新宿まで電車で1本、東京駅まで20分、ものすごい近い。東京駅まで20分約、はい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 。それでですね、小岩駅の周辺はですね、結構商店街が多くて、うん、南口にはフラワーロードというアーケードがございます。はい、そしてサンロードという商店街もございます。サンロード、はい。そして北口には大きなスーパーがドロンとありまして、大衆居酒屋も結構あるんですよ。大衆居酒屋がなんかそういうイメージありますね。はい、はいはいはい。そして外国人がですねたくさん住んでおりまして、うん、世界各国の料理もですね豊富で、ものもう世界中を旅した気分になれちゃうというのが小岩でございます。なるほど、小岩においで、かっこ世界においでという感じで、そういうことでございます。はいはいはい。昭和レトロを感じさせるディープなお店、安くて美味しいお店も結構あるんで、うん、これはもう小岩でございますよ、本当に。本部長ねえ、下町人情あふれる町というイメージありますし、スナックみたいな店もあれば、はい、ちょっとねこう昔ながらの空気の、うん、こうご主人がやってそうなんで、うん、おかみさんがねこう接客してくれそうな ね、ちょっとこう十何人前後入れるぐらいのお店とかね、うん、そういう感じのお店が多そうなイメージですけども。多いです多いです。はい、今ちなみに小岩のどの辺にいるんですか。今はですね、北口のちょっと小道の入ったあの大衆居酒屋さんの前ら辺に来てるんですよ。いいですね、はい、はいはいはい、はい、居酒屋さん見てみますとですね、ちゃんともうコロナ対策しておりまして、はい、入り口窓がもう完全にも全開で開いていまして、はい、換気されていて、はい、カウンターもアクリル板がありまして、はい、はい、席と席がもう開いていまして、ちゃんともうコロナ対策して営業してる感じですね。今もう7時過ぎておりますけど、お客さんの様子はどうですか。結構盛り上がってありますよ。もういるんだ。はいはい、今日暑かったですしね。そうそうそう、ちょうどもうビールが飲みたい時間帯でございますよ。本当ですね。インタビューできそうな人はいますか。ちょっとですね、今ちょっと前からですね、ちょっと雰囲気の、ちょっと声かけてもいいですか。はい、ちょっとあのどうもあのですよです、いやおちょっと あれ急いでますか。断られた。急いでる時に声かけちゃって、あーいっと言いますね。そこはちゃんと謝ろ。はい、うん、はい。ちょっとピーマン持ってて、はい。はい、ピーマンの肉詰めをちょっと作る感じもある。そうね、急ぐよ、それは。肉詰めなきゃいけないから。絶対インタビューしたいんで、うん、あ、ちょっと、帽子かぶった、ちょっと雰囲気のいいお兄さん来ます。あ、ちょっと、いいですか、インタビューいいですか、お兄さん。大丈夫です。あ、お名前は何て言うんですか、言える範囲でいいですよ。はい、ゆうちゃんで。あ、ゆうちゃん。ゆうちゃん。ゆうちゃんは何歳ですか。32歳です。あ、32歳でございますか。はい、え、小岩は、この辺は。もう生まれた時から住んでます。お小岩歴32年。そうですね。生粋の小岩の方じゃないですか。生粋の小岩の方ですよ。はいはいはい。ちょっと、小岩のなんかいいところみたいなところありますか。いいところ、うん。小岩のいいところ、うん、まあ、住みやすい街です。住みやすいですよね、まあはい。なんかこの辺のおすすめのお店とかありますか。おすすめはラーメンが美味しいところ。あ、ラーメン、はい、さっきラーメン屋さんあったな。ちなみに何ていうラーメン屋さんですか。車輪ってとこ。あ、車輪ね。車輪もあるし。そうですそうですそうです。そうなんです、本部長。何ラーメンですか、車輪は。車輪はあの何ラーメンですか。つけ麺が美味しいですね。つけ麺。いいですね。ですよ。ちなみに小岩住みやすいという話でしたけど、どういったところが住みやすいか伺ってもらえます、はい、なるほど、はい、ゆうちゃんさん、ですね、小岩ってどういうところが住みやすいですか。そういうところ、まあ、住めば多分わかると思うんですけど、うん、離れられないような、離れられない
もうだから一回住んでみろと。そうですね。住んでみたらやっぱ離れられないですよ。うん。だから交通の便がいいとかね、都心に近いとか、あと本当にスーパーがいい、スーパーがいくつもあるとか、ご飯屋さんが美味しいとか、住むと出られなくなる街ってありますもんね。あります、あります。あとね、ここやっぱ下町なんで、人情深い人も多いんですよ。いいですね。人が優しいっていうのは一番いいですよ。安心しますもん、住んでて。それが一番ですよ。うんうんうん。はい。ゆうちゃんさん、ありがとうございます。あ、ゆうちゃんさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、またよろしくお願いします。はい、お疲れ様でございます。またよろしくなシチュエーションはないでしょ、多分。それともない、知り合いの桜なの？いや、桜じゃない、桜じゃない。また来週も再来週も、その、ゆうちゃん出てくんの？同じ人で。違う人なんで、はい。うん、違う人でやってよ、はい、本当に。ありがとうございます。同じでもいいけど、バレないように毎週やってよ、はい、本当に。わかりました。バレないようにやります。どうですか、2回目になりますけども、街でインタビュー形式は。あ、すごい楽しいですね。どうなんですか、あの歩いてる人なんか、わ、ですよだとかって声かけてくれたりするんですか。全く言われませんね。全く言われない。言われない。一応、衣装もちゃんと着てるんですよ。赤いシャツに赤い帽子でやってるんでしょ。もちろんですよ。ちょっとじゃあ、はい、周りの人にご迷惑かからないように。はい、一ネタどうですか？短いネタでいいんで。そうですね。つかみのネタぐらいの感じで。一ネタちょっとやっていいですか？はい、お願いします。じゃあちょっと通行人に向けてやります。よよですよですよの最近は謝ることいっぱいですよ、この前さ、ヤドカリさんを見つけたからさ、ヤドカリさんを捕まえて、海に帰そうとしたんですよ。そしたら、そう、チョココロネだったんだよ。あーい、すいません。本部長、周りから人がいなくなりました。そりゃそうだろう。そりゃそうだろ、宿帰りだと思ったらチョココロネだったって、なんだそのネタ、本当に。もうちょっと人が集まるネタにしてくれよ、本当に。わかりました。次回はそうします。次回はそうしてください。ということで、はい。はい。最後に、小祝い捧げる一言、もらってもいいでしょうか。はい。小岩はですね、本当に素敵な街なんですよ。だから皆さん、恋はに恋わうわ、はい、すごい全力のダジャレ、はい、ちょっと変な空気にさせちゃってあいすいません。以上でございます。ありがとうございました。いいですね、こう、はい、2回目にしてですよさん、だいぶ掴んできた感じがあって、はいはい、楽しかったですね。スカラ家一番絞り、あなたの街盛り上げたいでは、あなたがおすすめする夜の街情報をお待ちしています。おすすめ理由や街の魅力ポイントなども書いてぜひ送ってください。採用された方にはキリン一番絞り 350ml 缶ワンケース24本入りをプレゼント。応募はスカロケ一番絞りの特設サイトから。たくさんのご応募お待ちしています。スカロケ一番絞り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番絞りの提供でお送りしました。お送りしているのはサチモスミント。9月5日土曜日、6日日曜日での開催が決定したグリーンルームフェスティバル20、チケットの再発売もスタートしています。出演はチックチックチック、ホセ・ジェームズ、オスカー・ジェローム、アジアンカンフー・ジェネレーション、ドラゴン・ワッシュ、ナルバリッチ、ネバー・ヤング・ビーチ、ライムスター、シラップ、ラブ・サイケデリコ、グリム・スパンキー、キャンディ・タウンなど、追加出演でサチモス・平井大も正式に決定しました。東京 FM 公演グリーンルームフェスティバル20、9月5日土曜日、6日日曜日、横浜赤レンガ地区野外特設会場、チケット販売中です。詳しくはグリーンルームフェスティバルオフィシャルサイトをチェックしてください。スカイロケットカンパニー。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ本日の議題はこちら。
みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュース。まあこれはあげたら家族も含めてご近所さん入れて、はい、数限りなくあるんじゃないかなと思います。神奈川県24歳男性、自営自由業のフルフルボトルさん。フルフルボトルさん、本部長秘書社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。プチニュース案件ですが、今月ついに空調服を購入いたしました。はい。これから暑さが本格的になっていくシーズンに向けてマストアイテムになることは間違いなしです。はい、ということでね、はい、これからもう本当にもう暑いですもんね。夏だもんな、ね、ここ数日間なんて、うん、頼りたいですよね、はい、ファンにね。空調服っていうのはそのユニクロなんかでいうエアリズムとかじゃなくて、うん、ではなくて、そのベストなどにこう空調服、風が来るようなシステムがついているお洋服ですね。作業着とかで多いですけど。あ、なるほどね、うん、作業着なんかで風がちゃんと通るように、はい、薄着はできないですからね、危ないですからということで、そうですよね。だいたい長袖長ズボンで現場の人なんか働かなきゃいけないっていう時に、それで空気通したやつは空調服って言うんですね。そうですか。見たことは多分あるのかな、うん、僕も。ファンが、ああ、なるほど、ファンが本当についてて、あ、なるほどね。今画像を見せていただいておりますけども、空気がね、後ろの方から入るように、はい、横の方から入るようになっております。高いんじゃないですかね、これさ、普通に買うよ、ね、普通の服よりはやっぱりさすがに結構、夏は活躍しますね。お体の方本当に気をつけてください、うん、ここ数年の夏はですね、僕たちが小さい時に経験していた夏よりも暑い日が多く長いような気もいたしますので、はい、ぜひちょっとね、こまめな休憩と水分補給の方、うん、しながら、安全で気をつけてください。ハンコ。神奈川県24歳男性、会社員の宇野木の民さん。宇野木の民さん、いつも在宅勤務しながらスカルケを聞いています。ありがとうございます。4月から全日在宅となり、運動不足解消のために近所に住む同じく在宅勤務をしている友人と毎週金曜日の終業後一緒に散歩をするようになりました。はい、4月からってことは4、5、6ともう2ヶ月半ですからね。今住んでいる場所には高校生の頃から住んでいるのですが、最寄り駅までバスということもあり、今まであまり家の周りを歩くことがなかったのですが、はい、いざいろいろと歩いて散策してみると、ここ本当に横浜市というような明かりの全くない参道があったり、うんうん、はい、不気味なくらい静かな竹やぶの道があったり、うんうん、一方で遠目にスカイツリーと東京タワーが見える絶景スポットがあったりと、日々様々な発見がありました。はい、コロナ騒動がなければ今年から一人暮らしを始めようかと思っていたので、このタイミングで実家の周りでいろいろな発見ができてよかったです。散歩っていいですよね、はい、この間も散歩とかいいなと思って、知らない道を歩くってとってもいいなと思って、子どもの時に登下校で低学年ぐらいの時って割とドキドキしてたんですよ、はい、それなんでかっつったら、ちょっと違う道行ってみようかなとかって思って、細い道通ってみて怒られたりとか、行き止まりがあったりとか、近道発見したりとかっつって、みんなでここ近道いいとか言ってるけど、まあ実際見ると地図で近道でも何でもないんだけど、で全然人がいないとこがあったりとか、犬がいる道があったりとか、他であんま見ないような花が咲いてたりとか、ちょっとスケベな本が落ちているスポットがあったりとか、怖い人がこういる家の庭に近いところ通ってみたりとか、そんでまたね、私有地だったりするのかもしれないけど怒られたりとかっていうのがあって、大人になると仕事の前後って極力最短距離で見つけた道しか絶対通らないじゃないですか。わざわざ朝遠回りすることもないし、帰りも結局大体疲れてるから、はい、あと家帰っても今日はお風呂入ろうとかご飯作んなきゃとかさ、いろいろあるじゃないですか、やらなきゃいけない家族いる方もいるし、で、やっぱりたまに遠回りして、知らない道通るっていうのはいいと思いますし、はい、この時期になってくると散歩してるだけでも汗かけますから、うんうん、
ね、冬場に散歩するとちょっと寒かったりして風邪ひいちゃうようなこともあるかもしれませんけども、この時期の散歩は日が落ちてからいいですよ。ただ日があるうちはね、とてつもなく日焼けする時期でもあるんで気をつけないと。曇っててもすごい日焼けしますから、朝早くても夕方でも割と実は日が強い時期でもありますので、日が落ちてからなんかでもね、涼しくなりますし、気持ちよく歩いて汗かくっていうのも素敵だなと思います。ハンコ、僕は40代ですけど、僕らより世代ちょっと上のこう方が聴いてるようなフォークソングなのかななんて歌い出しを思っておりましたけども、スキマスイッチさんの楽曲でございます。東京、スカイロケットカンパニー。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、今日はですね、みんなの暮らし案件、私の近所のプチニュースでございます。長野県27歳女性、介護職のエイポック公園さん。エイポック公園さん、お疲れ様です。お疲れ様です。昨日12月からほったらかしの髪の毛をなんとかしようと、12月から、はいはい、約半年、セルフカラーをしました。はい、本当は美容院へ行きたかったのですが、生後数ヶ月の赤ちゃんがいるので長時間外出することが難しく、自宅で済ませようと昨晩試みました。お母さん、土台の髪の毛がかなり明るかったので、はい、気分転換に暗めにしようと染めたのですが、洗い流して出来上がりに驚愕。どうしました？箱の仕上がりイメージでは黄色みがない落ち着いたブラウンだったのですが、はい、仕上がった私の髪色はそれとはかけ離れた見事なブルーでした。お母さん、ブラウンにほんのりブルーではなくガチのブルー。うわー、お母さんあまりの出来事に一瞬理解が追いつきませんでした。青いお母さん、旦那にもやってーと爆笑されてしまって、やべーよ、うん、染め直そうと思ったのですがもしそれでまたひどいことになったら生きていけないので、色落ちするまで待つことにしました。セルフカラーの難しさを知るとともに、美容師さんの技術の必要性を激しく感じた夜でした。それにしても色落ちするまでどうやって隠そう。箱に書いてある、まあ、箱の絵だったり写真なんかで色を見て僕たち買うことありますけど、はい、僕も若い時一回失敗したような気がしますけど、あれってもちろんその色にするための塗料なんですけど、はい、あれなんですよね、結局は元の髪の毛の色がすごく大事で、そこによって仕上がりが左右されちゃうし、だからもちろんやってる時間とかも大事かもしれないですけど、はい、結局書いてあった通り初めの色が黒じゃないんですもんね。そうなんです、明るい状態からいってるか ら、うん、だからそれもなんか細かくあるじゃないですか、一回ちょっと色をね、黒を抜いてからこの色かぶせてくださいとかもあるかもしれないし、多分通常の手順でやると暗いブラウンに、ね、なるはずだった色なんでしょうけど、うんうん、それが多分こう元が明るかったりとかでこう途中うまくいかなかったんでしょうね、はい、計算式がね、うん、で結果ブルー、青、青でいいのしばらくなんか美容室行きたいなっつって、でもね、ちっちゃい子供がいるからって本当に日々大変だと思いますよ、なかなかね、買い物に行くにも大変だと思いますけどもね、ちっちゃい子供をね、はい、もね、抱えてね、前に抱えたりして後ろに抱えたりして買い物行って、買い物にちっちゃい子連れてくるのどうだなんていう風なね、はい、意見がね SNS にあったりして、いや、そのね、お子さんいるご家庭の人だったら、はい、だって子供を置いていく方がよっぽど怖いじゃないですか。それで連れてってそんなこと言う人もいる世の中でね、髪の毛切る行くタイミングもなくて、コロナ禍で頼める人もいないかもしれない、そんな中で自分でやったわけですよ。俺、名誉のブルーだと思うね。だけどその経緯を知らない人からしたら、少しやんちゃなお母さんだなって見られる、尖ってる、なんかお母さんのくせにどうなのなんてことも言いそうじゃない、言う人もいそうじゃない、はい、ちょっとどうなんかな、旦那さんがなんとかお仕事お休みの時にこう2時間でも見てもらって、ね、
でちょっと美容室に行ける時間でも確保できたらいいですね、うんうん、でもせっかくなんでそれまではですねこのブルーの時間を楽しんでいただいて、まあ少し結んだりして帽子かぶったりして買い物行くときなんかそんででも写真なんかいっぱい撮っといたらいいんじゃないですか。せっかくなのでせっかくなんでね、赤ちゃんと旦那さんと写真はたくさん撮っといたらいいんじゃないかなと思います。ハンコ。東京都34歳男性、自営自由業のエクプリさん。エクプリさん、コロナ禍になって家に早く帰ることが多くなって気がついたんですが、夜上の部屋から床を叩くような音が聞こえてくるんです。はい、夜、はい、上の階から床を叩く音、はいはいはい、足音ではなく音の感じと聞こえてくる感覚リズムから察するに、何かゴリゴリの器具を使って筋トレをしているのかなと。なるほどなるほどね、はいはい、歩く音だったらドスンドスンドスンのリズムで、まあ、遠くなってったりするもんかもしれませんけど、まあ別に迷惑なレベルではないので、うん、はい、聞こえてくることに関してはよくて、上の方もね気づいてないでしょうし音がしちゃってることを、上の人はゴリゴリのマッチョなのかなって想像していました。はい、その上の部屋の人と最近たまたまゴミ捨て場で遭遇したんです。お、いよいよ。そしたらなんと見た目が原田知世さんのような穏やかな女性だったのです。はい、この人が器具を使って筋トレしているとは思えず、音の正体を聞くことも当然できず、もやもやしながら今晩もその音を聞くことになりそうです。でも女性の方が筋トレしてるケースあるでしょ。全然ものすごいインナーマッスルを鍛えてるとか、腹筋ね鍛えたりしてる方もいらっしゃるし、うん、今どんどん鍛えてる体 SNS 上げてる、一回そのバッと流行って、はい、その当時ほどじゃないにしてもまだまだ体鍛えてる女性の方いらっしゃいますもんね、うん、あとはパートナーの方がいらっしゃるとか。そうね、一人で住んでるとは限らないかもしれないですもんね。あとは何の音なんだ、ジャンプしてるとかってことはないか、縄跳びやってるとか。さすがにマンションで暮らしてて縄跳びやらないか。でも防音のマット引いてたら大丈夫と思ってて、うん、だけどちょっと聞こえてるとかあるかもしれないし、ゲームやったりしてんのかな、あの汗かくためのはい、フィットネス系の、はい、あと何定期的に音が出るものって、なんだ、トランポリン。え、トランポリン。正解。ハンコ。ハンゾーモン東京 FM スカイロケットカンパニー。この後は秘書も登場するマイメロセラピーです。引き続き東京 FM でお楽しみください。はい、ということでお聞きいただいてるのはケツメイシ僕らのクラシックでございます。さあ今日もスカイロケットカンパニー終わろうとしています。今週の放送もですね、明日の木曜日の3時間で最後ということでお別れになってしまいますけども、始まったばかりの今週ももう半ばを過ぎていて早いなというふうに感じますし、あっという間にね、なかなか遊びに行けなかったりもするので、ラジオの前の皆さんもどういう生活か分かりませんが、数ヶ月前よりは少し味気のないと感じている人も多いかもしれません。そうなってくると嫌に時間が進むの早いなと、感じている人もいるんじゃないかなと思います。僕はそんな中の一人でございますけども、そんな中でございますが、明日の放送終わり、今週の最後の放送が終わった夜8時からはですね、リスナーの皆さんとリモート飲みしますよ。やりますんで、詳しくはですね、また明日ラジオ聞いていただけたらなと思います。それでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。